忘年会など年末年始にかけて飲酒量が増える中、酒に酔った客などに対応するため、警視庁が鉄道やバスで働く女性職員らに護身術の訓練を行いました。20日に行われた訓練には、東京大田区内にある鉄道やバスの窓口業務に携わる女性職員、区の女性職員などおよそ20人が参加しました。警視庁池上警察署の警察官が、酒に酔った人から暴力を振るわれそうになった時にいかに身を守るか指導しました。女性職員らは2人1組の実践形式で、相手に手や胸元をつかまれた際の体のさばき方などの護身術を学びました。参加した東急バスの女性職員は、来てよかった、いざという時に習ったことを生かしたいと話していました。